京の町に突如として現れたもう一人の坂本龍馬。英国の武器商人から大量の武器を倒幕派へと流すその動きは幕末の動乱にさらなる風雲を呼び寄せる。一方、ついに龍馬の前に姿を現した新選組局長近藤勇は京を焼き尽くすという江戸遷都計画を密かに進めていた。近藤は龍馬の腕を見込んで計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが、龍馬は決意する。己のその手で覆面の素顔を暴き出すことを。おう。なんや、起きてはった？カラスがギャーギャーうるさくってな、目が覚めちまった。まあええわ、ご飯できてる？近藤勇は覆面の男ではなかった。新選組の天然理心流の使い手は残り4人。
遅いで、はじめちゃん。起きた。何か用か。ちょっといい話があんね。はじめちゃんにだけのとっておきや。なんやその顔。まあええわ。後で土蔵に来てもらおうか。ここじゃまずいのか。二人っきりで話がしたいんや。わしとはじめちゃんとで。ほな。待っとったで、はじめちゃん、うん、俺に話ってのは相変わらず愛想がないの。まあええわ。ところではじめちゃん、戦国虎ノ城って名前知ってるか。戦国？いや、知らねえな。戦国は今日で指折りの呉服商や。伏見にごっつい豪邸構えとる。はじめちゃんも見たことくらいあるはずや。それで？その戦国の屋敷に勤皇派の志士が行参かくまるとる。戦国は裏で勤皇派に貢いどる危険人物っちゅうことや。それを取り締まるってことか。当たり前やろ。わしら新選組やで。ならなんで俺だけに話すんだ。手柄の分け前減らしたないんや。せやから副長にも言うとら。わしとはじめちゃんだけや。ほんで今晩二人で戦国の屋敷に踏み込む。あんた何を企んでいる。なあ、組む相手は俺でなくても構わねえはずだ。長倉でも東堂でも。はじめちゃんは天然理心流をってうちに入隊したんやろ。金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。そしたら分け前で揉めることもあらへん。ええか、夜になったら戦国んちの前に集合や。ちゃんと準備してくるんやで、はじめちゃん。斉藤君、局長に急ぐ。気ぃつけてくれんと。
はじめちゃん、こっち。 屋敷の中の状況は？ ねえ、勤皇派の志士たちは酒飲んでどんちゃん騒ぎや。 これから踏み込まれんのも知らんとアホなれんちゅうや。人数は？んなもんどうでもええやろ。何ぼおってもわしらは押し込んで全員切りまくるだけや。新選組に入ってかんやってね。はじめちゃんも遠慮せんと好きなだけ切りや。あんたが新選組にいるのはいくらでも人が切れるからってわけか。 他に何があるっちゅね。さあな。くう、もうたまらんようになってきた。そろそろ行くで。準備はええな。ああ、いつでも行ける。よっしゃ、行くで。毎度おおきに。ご存知新選組やで。 今からぶっ殺しに行くで、お前ら！ Oh!
褒美やるで。お前が戦国虎ノ城だな。待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、頓所まで来てもらう。観念してくれや。
いらん小芝居はもうええで、戦国藩。なんや、遅いやないか、沖田。どういうことだ。さて、どういうことやと思う？戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろ。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。沖田、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんざかい。ほれ、例の芹沢鴨もそや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっぱなすわ。えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂当てならんで。それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。あ？そしたらわしが美少年ちゃうやんか。なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、幕府への口利き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたんは獅子たちだけとちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。何なあ沖田はん、そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、起きたはん。はあ、起きた。ええ加減だ。うわっ、なんでや。起きた、お前聞いたことないか。カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男を追って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。
1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや、強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんやんか。ああ、やつの剣が純粋な天然離心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが起きた、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。それは本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。本間の名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。
坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士なんでもあらへん。せやけどええもんやってやろ。坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで。はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした？いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。はじめさん。お涼、なんでこんなところに。何だと。はじめちゃん。バカだ。はじめさん。兄弟が死